物資のガタつきとかですね、そういったのも全然ないです。やっぱ乗ってて、まあ、そういったのがなんかこう駆動系の変な音がするとか、まあ、そういったものがいろいろあると、もうその時点でテンションが落ちてしまうところはあると思うんですけど、全くねその辺はないかなという感じですね。ブレーキがね結構その遊びがない感じで、結構あのアメ車によくあるようなグッと入るというよりはなんかタイトな感じでブレーキが効くような印象ですね。まあね、スポーツドライビングとかっていうような感じではもちろんないと思うんですけど、まあ、乗っててねこうストレスなく乗れるという、まあ、こういう雰囲気を楽しみたいというところがあると思うんですけどね、気持ちいいですよね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はレンジローバーバンデンプラのご紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですねレンジローバーのクラシックレンジローバーとですね言われる、このバンデンプラのロングのですねご紹介をさせていただきたいと思います。このレンジローバーとですね聞いて、どのような印象が、ありますでしょうか。私自身はですねこのレンジローバーっていうとこの四駆のロールスロイスみたいなね感じの、イメージで、とにかく高級な、こういうこう四駆というのがですね、まあ、レンジローバー あのイメージということではなかったかなと思うんですけど、まさにですね、まあ、そういった、黄金時代というか、このレンジローバーというのがですね、まあ、今でこそ四駆と言われているのが、まあ、いろんなそのブランドが台頭してきていて、日本でいうとですね、もうパジェロか、トヨタのランドクルーザーか、まあ、どちらかが、まあ、こう四駆といえばそんな感じというイメージだったと思うんですけど、まあ、今でいうともういろんなメーカーがこう出してきているというところがあって、まあ、このレンジローバーもまあ、歴史があるというところがあるんですけれども、まあ、その中にちょっと埋もれているというところも、今現在ではあるのかなというふうに思っておりまして、当時のですね、まあ、古き良き時代の、このレンジローバーというところになろうかと思います。まあ、この色がですねこの白なんですけれども、非常にそのこう落ち着いた感じの白、真っ白ではない感じの白で、よりですねこの雰囲気がある感じの色の車だなというふうに思いますね。で、前のこのバンパーもこれ、メッキのバンパーになってるんですけれども、仕様によってはですね、前があの樹脂のバンパーになったりとかしているというところがあるんですけど、そういったところもですね、よりこうヴィンテージっぽいですね感じのイメージになっているかなと思います。あとはですね、まあ、細部のところで言うとこういったですね、あとからまあ整備の記録とかいうのをちょっとご紹介させていただこうと思うんですけれども、まあ、こういったですねところも、細かいところ交換されているというところがあって、あとは、このグリルもですね、横のグリルっていうのが多分デフォルトだったと思うんですけど、縦のですねグリルに交換をしているということになっております。で、塗装の状態もですね、あの非常にきれいになってまして、このそのレンジローバーっていうのは特に当時のままの車っていうとかっていうと、レストアベースみたいな感じの車っていうのがですね結構あったりとかします。まあ、全体的に塗装がやれているっていうのがもしあったとしたらですね、そこからやり直すっていうと結構莫大な費用がかかってくるというところがあるんですけれども、まあ、すぐにですね乗っていただけるっていうコンディションで仕上げられている車ということになっております。で、タイヤもですね、まあ、このホイールがまあ純正のホイールになってて、色もですねこの合わせているような感じでツートンにこうなってますね。タイヤの目もですねほとんどありますね、まあ、交換してほとんど乗ってないのかなという感じになっております。で、横見ていきたいと思いますね。これ横はステップがついてないような感じなんですけど、このモールとかですねこういったものも非常にきれいに保たれているという印象です。窓がすごい広いですよね。で、今のその最近の車ってこの窓がですねすごくこうあの視野が狭くなっているという感じになっていると思うんですけど、中に乗った時にもですね非常にそういった、開放感とかですね、
中の視認性というのが非常に高いというところがあるかと思います。この車はロングになっているので非常に後ろの座席も広いですね。今 G クラスとかをよく街中で見かけることがあると思うんですけど、 G クラスと比較するとですね、あのリアのこの居住スペースっていうのは比較にならないぐらいこちらの方がいいですね。まあ、開けてみていただくと一目瞭然ですごいですよね。足元がすごく広い、あとは真ん中のシャフトとかがなくてですね、あの非常に広く使えるというところがあって、この辺りも非常にいいなという感じですね。で後ろ見ていきたいと思いますね。すごいですね、この辺なんかも本当にあの綺麗です。細部の部分っていうのがあの綺麗に仕上がっていると、単なる古い車とヴィンテージって全くやっぱ違うというところがあると思うんですね。私も、アメリカのですね、まあ、そういうそのヴィンテージのイベントっていうのを、まあ、世界的なイベントっていうのがちょうど今、まあ、ヴィンテージウィークっていうのがですねモントレーで開催されていて、クラシック BMW とポルシェ、あとルマン100周年記念のですね、ラグナセカサーキットってところのイベントに行ってきたんですけれども、本当にねものすごい数のヴィンテージカーっていうのを見てきたんですけど、古い車っていうだけではなくてですね、あのきちんと仕上げられてるっていうことで、非常にその車のこう印象っていうのが全く違うっていうところがありました。まあ、そういったですね基準に足る車かどうかっていうのは非常に重要なポイントではないかなっていうふうに思いますね。塗装はですね全体的に全く問題ないかなというふうに思います。まあこの車でどうですかね、そのガラスコーティングまでするかどうかっていうところもあるんですけど、それをですねあのより綺麗に保つというようなですねところで、やってみてもいいのかなと思うようなですね、状態ということが言えるかと思います。はい、エンジンルームをですね見ていきたいと思います。このですね内燃機関のですねところの整備っていうのもですね、きちんと、こう定期的にあの専門のショップでされているという履歴があるというところで、あの綺麗にですね、この仕上げられているという感じになっています。まあ、こういったオルタネーターとかも比較的新しいですよね。まあ、そういったところも手が入っているなという感じがあります。あとはこういったその、コード類とかもですね当時のものではなくて、こうメンテナンスが入っているというのがすごく見えるというところがあって、この整備記録もしっかりと残っていることによって、今から、手に入れる方にとってもですね、まあ、どういった対策をした方がいいのかとか、いつどこどこを交換したのかとかっていうのが、まあ、見えるというところはですね非常に大きなポイントではないかなというふうに思いますね。はい、内装を見ていきたいと思います。この車はですね、ちなみにキーレスエントリーがですねきちんとついてるんですよね。まあ、そこで、当時だと、まあ、ついてる車はもちろんあったと思うんですけど、やっぱ高級車であるというところはそのあたりからも伺わせる感じではないかなと思いますね。内装のですねこの革の状態が非常にいいですね。見てですねこのあたりのサイドの部分っていうのは、これはですね多分リペアした跡がありますね。このリペアもあの突き当たりばったりという感じ、突き上げ場的な感じじゃなくて、非常にその綺麗な感じの、丁寧に仕上げられているという印象ではないかなと思いますね。とはですねこの横のですねウッド、これもウッド調のものではなくて、これ本物のウッドをコーティングしているという感じになってて、非常にその味がある感じですよね。ちょっと乗ってみたいと思います。このね着座位置の高さがいいですよね。で、あとハンドルを握った時のですねこの革の状態っていうのが非常にいいです。これはオリジナルのハンドルであるとは思うんですけれども、おそらくここはですね全部張り替えをしてるじゃないかなと思います。じゃないとこんだけ綺麗な感じに保てるってことは普通ないかなというふうに思いますね。ね、これ上に乗って分かるんですけど、これ運転席に座って分かるんですけど、乗った時のですねこう車の車幅感覚っていうのがとても分かりやすいんですよね。伝わるか分かんないですけど、前のところにこう突起みたいなところがあると思うんですけど、あそこが一番前なんですよ。で乗った時にですね、右が当たるかな左が当たるかなっていうのが、当時だと
まあ、衝突のですね、まあ、そういう安全みたいなものっていうのはついてないと思うんですけど、まあ、それでも、視認性が高いことで、この車をぶつけることなく乗ることができるという感じになってるんじゃないかなと思いますね。はい、このインパネのところのですね、ウッドも非常に綺麗に保たれてますよね。このあたりも、もうこのウッドの部分もそうだし、このシフトの部分のウッド、このあたりもですね、ハゲとかそういったものも全くないという感じですよね。まあ、この中で、まあ、唯一劣化を感じるってところで言うと、こういったその内装のですね、トレーとか、あとここですね、このあたりも多分ゴムの感じになってると思うんですけど、これがやっぱり経年劣化で少し反ってたりとかっていうのはあるかなという感じなんですけど、この中身で言うとですね、もう味とさえ思えるぐらいの感じではないかなというふうに思いますね。当時のこのクラシックレンジローバーでこれほど綺麗に保たれている車っていうのは、まあそうはないかなというふうに思いますね。で、このオーディオもですね、このコンチネンタルのオーディオに変えられているんですけれども、これもですね、当時の、雰囲気っていうのをすごくこう残すというか、まあ、そういった感じの、テイストになってます。で、エンジンかけてみたいと思いますね。うん、このアイドリングの状態もですね、安定してますね。で、エアコンもですね、この純正のエアコンがついてるんですけれども、きちんと効きます。このエアコンが効くかどうかっていうのは、とても重要なところではないかなというふうに思いますね。で、まあ、この車のですね、走ったテイストっていうのは、まあ、走行の動画も今回撮らせていただきたいと思いますので、まあ、そのあたりでですね、この車の今のコンディションっていうのも見た目からもですね、この感じていただけるということがあればいいかなと思います。あと当時ですね、このシートヒーターっていうのがこの左右にありますけれども、これもおそらくかなり珍しかったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、このシートヒーターがあるのも非常にいいなという感じですね。で、乗っててですね、こう広さっていうのをすごく感じます。あとこう着座位置がすごい高いことで、まあ、SUV ならではのですね、そういった、こうまあ、使用用途っていうのを、まあ、こう満足させてくれるような、感じっていうのが、まあ、テイストとしてすごくあるかなというふうに思います。あとはね、結構こうやって着座位置が高いことによって、万が一の事故の場合っていうのは、まあ低い車っていうか、この車より低い車が多いわけですけど、キャビンが高いところにあることによって非常に安全性が担保されるっていうのも、まあ、隠れた魅力ではないかなというふうに思いますね。はい、この車はですね、ドライブレコーダーが付いているということになっております。で、あと、電気系のですね、ところで言うと、これサンルーフが付いてるんですけれども、サンルーフの作動もですね、見ていきますと非常にいい感じで、問題なく作動するという感じになってますね。今のサンルーフに比べると遅いは遅いですよね。あとは、このパワーシートっていうのもですね、このように、ついていて、前後左右をですね、こうやって扱うことができます。あと、このパワーウィンドウはですね、ウィンドウはえらく速いですね。まあ、作動も問題ないという感じですね。はい、リアシートをですね、見ていきたいと思います。リアがですね、めちゃくちゃ広いんですよね。この広さっていうのは SUV では、まあ、なかなかないですよね。こんだけある。あと真ん中にそういうこう障害物みたいなものがないんで、結構広いんですよ。これは乗ってみていただくと、窓が大きい、こう視認性の高さとかも相まってですね、これデザインがこういうデザインじゃないと、こういったその最高って取れないところがあるんで、これは今の車にない魅力ではないかなと思いますね。あとはこのピクニックテーブルはですね、この車ついているんですよね。これは今現在ですね、
このピクニックテーブルっていうのはなかなか手に入れることができないということで、中古でもですね、ちょっと前まででも30万ぐらいしたそうなんですけど、今ですね結構50万ぐらいでこれ取引されているということがあるので、これがねついてるっていうのは非常にいいなという感じではないかなと思いますね。でリアはですね、こういったその革シートの劣化というのも、まあ、前の座席と同様ですね、非常に少ないということで、まあ、気持ちよく乗っていただけるという感じになっています。でこのカーペットもですね、まあ、新しい感じで、まあ、多くの方にですね検討いただける方にはこういう満足いただけるようなコンディションということが言えるかなと思いますね。で上のタレとかっていうのもですね、ほとんどない感じですよね。でこれ結構ずらっと垂れてくることが結構あるんですけど、こういったところもですね多少のですね、タレっていうのがこの辺りもですね、多分これペタッとくっついたと思うんですけど少し出てるんですけど、まあ、言わなければわからないというぐらいの感じではないかなというふうに思いますね。はい、トランクスペース見ていきたいと思います。このトランクはですね、この上を開ける、でこの下をですね、その後こう開けるという感じなんですけど、ちょっとした買い物の、日常使いっていうのは、まあ、この上を開けるだけで事足りるという感じですよね。まあ、ここに買い物なんかのやつを入れて、で、当然こうやって、トノカバーで、隠すということもできるということになってますね。でこの車は、まあ、一個だけね当時残念だなと思うのは、この横の幅をですね多く取りたいところだと思うんですけど、これ靴屋さんはここにあるんですよね。縦にこれが置いてあるというところで少しね広さがスポイルされているかなという感じです。でこれをですねそして開けるとこのような形で、広い荷台が出てきて、かつですねこの車って結構そのキャンプをするという方にとっても非常に人気のある車種ということがあって、まあフランスとかですねイタリアとかの車って、まあ、イギリスもそうなんですけど、結構そのシートをですね、昔今ではあんまないかもしれませんが、昔ですね、まあ、そのハッチバックの車とかでも車のシートを取り外すことができて、外でですねピクニックができるような感じの仕様とかも結構あったりとかしたんですけど、その名残というかですね、この車ってこの後ろにですね、乗ることができるんですね。でこれでそのこのキャンプの時とかにこう2人座ることができるということで、まあ、耐荷重もですねおそらくかなり の荷重が、かけてもいいというような感じになっているということですね。はい、付属品のですねちょっと解説をしていきたいと思うんですけれども、こちらですね、取扱説明書と整備記録などがですね、付帯されているということになってまして、で最近のですね直近の、まあ、整備記録っていうのも結構きちんとある感じなんですよね。でほとんどがですねこのレンジローバーの専門店での整備というのをこうされているということになってまして、このエンジンオイルであったりとかオイルフィルターであったりとかブレーキフルードとかですね、こういったものを安心して乗れるというその整備に関してというのは予備整備も含めてきちんとやっているということになっています。まあ、一番新しいのはおそらく去年の11月30日昨年末ですねというところで、まあ、そこから走行距離もほとんど伸びてないんで、ここでのタイヤのですね目であったりとかブレーキの目であったりとか、まあ、そういったものもですねきちんとこの定期点検の記録簿の中にも残されているということになってますね。結構ねフロントアンダースカート取り返し、タイヤのローテーション、ハブベアリングの交換とか、結構やってますね。この LED ユニット交換をしてたりとか、まあ、写真もですねこのようにきちんと残されている感じで、
それぞれですね、まあ、足回りとかもこれやってる感じですよね。あとショックアブソーバーとか、あと交換部品をですね、あの一つ一つ解説も含めてやってます。このベアリングとかですね、こういったものの交換もされてますね、まあ、バッテリー、クランクプーリー、あとはドライブベルト。こう写真で見るとすごく分かりやすいですけどね、こういったものが定期的にされているという感じですね。エアコンのガスチャージとかっていうのをやってるので、おそらくそのエアコンのガスっていうのは、まあ、2シーズンに1回とか3シーズンに1回とかっていうのを補充したりとかした方がいいのかなというような感じですね。これもね、もう一つ一つの解説をするとすごく退屈になってしまうかなと思うようなところがあるぐらいなんですけど、あのきちんとですね、あのこれだけの履歴が残ってるっていうのは、まあ、今から車を買われる方にとっては非常にあの加点ポイントということになるんじゃないかなというふうに思いますね。こういったその写真なんかもですね、あのしっかりと残されているというところで、まあ、安心感すごくありますよね。あのこういったですね、予備整備とか、あのクラシックカーって言われている車の整備ってですね、あの、まあまあ、さらに今から私はここでお話しする必要もないかもしれませんけど、あのかなりやっぱり時間とコストっていうのがかかるんですよね。で、この車を、まあ、うちでもね結構やるんですけど、あのレストアベースみたいな感じの車っていうのを新しくやっていく、作っていくっていうのは、あの非常に先がわからないっていうところが結構あるんですよね。で、見積もりをかけてやっていっても、いつ何時どこが壊れるかっていうのは、あの想像がつかないっていうところがあったりとかします。で、そういったのをですね、一つ一つ潰していくっていうのは、あのなかなか時間とコストっていうのがかかるってところがあるんですけど、これはですね、できた状態で販売をするというところで、あの例えばレストアベースとか、まあ、簡単に分かりやすく言うとボロい車ですね、まあ、そういった車を見つけて自分で綺麗にしていったら安く仕上がるんじゃないかっていうふうに、まあ、思いがちだと思うんですけど、結構沼にはまっていくっていうところがあるんですよね。あの、まあ、経験上言えることは、まあ、多少高いなっていうふうに思ってもこれぐらい仕上がった車を買った方がいいというふうなことはですね、強く申し上げることができるかなと、まあ、経験でですね、あの言えるかなというところがあります。はい、それではですね、走らせていきたいと思います。まあ、天気がめちゃくちゃいいですね。もう最高のロケーションという感じなんですけど、まあ、このレンジローバーの、この年代のレンジローバー、まあ、これはバンデンプラというですね、このロングになるんですけど、まあ、こういう車で今、まあ、キャンプとかをですね楽しみたいというようなあのニーズっていうのも結構あるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この車は当然ピクニックテーブルとかっていうのも貴重なものがついてますし、あとはこういったその日常使いができるかどうかっていうのは、こういったその走行してる動画って結構貴重じゃないかなと思うんですよね。実際それ乗ってみて、まあ、どんな感じなのかというのをですね、あのもう今まさに初めて今これ乗って運転をしてるっていう状態になっているので、まあ、そのあたりをですねインプレッションしていきたいと思います。まずそのパワーとかっていうのは、まあ、四駆なんで、こうそんなにその鋭い加速をするとかっていうような期待値っていうのはあんまりないのかなって思うんですけど、日常に乗ってる感じだとトルクもすごく太いし、まあ、乗った感じっていうのはストレスなく乗れるなっていう感じですね。あと足回りなんですけど、あのゴツゴツ感もなくてですね、結構乗りやすいと思いますね。あとはそのこういう横のそのロールなんですけど、これはですね、あの特に四駆でも最近よく乗るのがカイエンとかマカンとか、まあ、そういった車を乗ったりするんですけども、あの車っていうのはもうほとんど四駆っていう感じではないのかなっていうような
あの車のカテゴライズされている車じゃないかなと思うんですけど、まあ、当時の四駆といえばこんな感じだったのかなっていうようなところですね。あとはそのブッシュのガタつきとかですね、そういったのも全然ないです。やっぱ乗ってて、まあ、そういったのがなんかこう駆動系の変な音がするとか、まあ、そういったものがいろいろあると、もうその時点でテンションが落ちてしまうところはあると思うんですけど、全くねその辺はないかなという感じですね。ブレーキがね結構その遊びがない感じで、結構あのアメ車によくあるようなグッと入るというよりはなんかタイトな感じでブレーキが効くような印象ですね。まあね、スポーツドライビングとかっていうような感じではもちろんないと思うんですけど、まあ、乗っててねこうストレスなく乗れるという、まあ、こういう雰囲気を楽しみたいってところがあると思うんですけどね、気持ちいいですよね。まあ、今日ですね、あの撮影しているのが8月25日なんですけど、実は昨日まであのロサンゼルスの方にいて、もうロサンゼルスとかモントレーっていうのをあのクラシックカーでどうかな、全部で1700キロぐらい走ってるかな。向こうで結構西海岸とかを走ったりとかしてたんですけど、まあ、そのいいロケーションのところでこう味のある車で走るっていう楽しさとか喜びっていうのは格別なところがあります。まあ、そういったところまでもこの車の価値としてこう感じ取れる方っていうのが多分この車に縁があるのかなっていうふうに思いますね。はい、いかがだったでしょうか。レンジローバーのですね、バンデンプラロングのですねご紹介をさせていただきました。すごい雰囲気のある終始かっこいいなと思えるですね、車ではなかったかなというふうに思います。あの古いとかっていうのではなくてですね、本当にその当時の車っていうのをですねこう見た時にすごいオーラがあるんですよね。で私もですね、本当つい2日前昨日おとといにですねアメリカから帰ってきて、でアメリカのですねあのモントレイっていうところはあのものすごいこう高級車があの集まるというか、あのいわゆるこう IT ですごく成功したような人たちがあの、リタイアした後にですね、まあ、住みたいっていう高級住宅街だったりとかするんですけど、そこで乗ってる車って確かにもうすごいスーパーカーとかもあるんですけど、それとですね、同じぐらいこういったそのクラシックカーっていうのをきれいにしてですね、乗ってる方っていうのをたくさん見かけました。犬を乗せてたりとかね、いろいろしてて、あのすごくその車楽しんでるなというところがあのすごく感じたりしたんですけれども、まあ、そういったですねライフスタイルっていうものを、このレンジローバーがですね、このクラシックレンジローバーが、ガレージにあることによって、広がるこのライフスタイルっていうのは確かにあるなというふうに、感じました。でこういったですね車っていうのはあのきちんとやっぱ仕上がってる車を買うっていうことがあの今からですね、この車をずっと触っていくっていうのを、ゼロスタートで誰か同じディーラーとか同じメカニックがやっていくってなってくると、まあ、分かりやすいと思うんですけど、これがですねあの何がどうなってるのかっていうのがよく分からない中で手探りでやっていくっていうのは非常にあの時間とコストっていうのが、まあ、繰り返すですけどかかります。まあ、そういった部分をですね、凌駕したところで、この1台っていうのはこの年式でいうとですね、まあ、93年前期モデルの最終というところで、まあ、人気の前期モデルの、このバンデンプラのロングというところになりますので、ぜひですねこの機会にご検討いただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。